どうも、ヌヌです。聖剣伝説シークレットオブマナー続きを遊んでいきたいと思います。今回炎の神殿かな。これで封印解けるはず。オッケーだね。結構敵強かった気がするんだけど。リアルになってる。これ回避高いんだよね。命中率アップ、回避率アップ、結構きつい。行くぞ。あ、クリティカル入った。ウィック効果短いな。逃げ、グリーンスライムいるじゃん。で、確かスイッチ両方押すと進めたような気がするんだけど。行け。回避高いな、相変わらず。ダメージ入ってないし。変なとこで苦戦強いられるな。でもくっついちゃうんだよね。ライムもユニコーンヘッドも回避率が高いよね。で、ここがいけるようになった。祭壇の部屋だな。おうおう、おめえら誰に断って勝手に入ってきやがったんだ。ここはノーム様の縄張りだ。とっとと出て行きやがれ。うるせえやい、そっちこそ出て行きな。何を
てめえ生意気だ、いじめちゃる。出たおじさん。この状態じゃダメージ入んねえんだよ。いやボール来た。これ死ね。今のうち回復しとこう。やっぱりオリジナルよりやりやすいね。炎のパワーがアップ。ありがとうよ。あんたら強えな。あっしはいつもあいつにいじめられてて、普段いじめられるうさばらしについあんたに当たっちまった。許しておくんなまし。やだね。許してほしかったらオイラの子分になりな。さもないとオイラの一の子分のランディがお前を。ご勘弁を。子分にでも何でもなります。おい、誰が子分だって。いやいや、あっしも男。あっしが必要な時はいつでも呼び出しておくんなせ。どこへでも駆けつけますぜ。さあ、目をつぶっておくんなまし。親分、あっしを呼び出す魔法を親分と奥様に覚えていただきました。私がいつ結婚したの。なかなか気が利くね、ノーム君。では、あっしはここらで。またお会いしましょう。エノームの力を得た。早くマナの獅子。
それまでは一緒に行動してやるから感謝するように。勝手にしろ。というわけでノームの魔法がトーンセイバーとピックプロテクトで、こっちの攻撃がアースクエイクとスピードダウンとダイヤミサイルね。結構ダイヤミサイルが使ったような気がするんだけど、どうだったかな。とりあえずダンジョン出て斧がレベルアップしてるから強化したいところだね。神殿広いように見えてそうでもなかったね。まあ規模の変わりはそんな変わってないはずなんだけど、なんか割と苦戦したような気がする。ここはというわけで戻ってきたね。ランディ聞こえるか。パンドーラに向かったジェマが戻ってこんのだ。パンドーラの古代遺跡に邪悪な気を感じる。様子を見てきておくれ。ルカ様だ。パンドーラの古代遺跡に急ごう。そのパンドーラの古代遺跡が大嫌い。強化できない。豆腐の温度だけは強化できる。バトルアクスになったね。今んとこ強化できるものはない。はい、というわけで今回はここまでにして、次回はパンドーラの古代遺跡の方を攻略していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。